先月いっぱいで TBS を退社し、今月から芸能事務所スカープロモーション所属となったフリーアナウンサーの宇垣美里、28。フリーになり、そして28歳の誕生日にあたる16日に、週刊プレイボーイで連載中のコラム、人生はロックだ、をまとめた、フォトエッセイ、風を食べる、集英社を発売した。人生の大きな決断を下した、このタイミングで何を思うのか。自身にとってのターニングポイントは、昨年だったという宇垣に話を聞いた。最も波乱万丈な時期に始まった、連載ターニングポイントになった、昨年の出会い。同書では、連載から抜粋したコラムに加え、沖縄で撮り下ろした写真を多数収録。沖縄の街やビーチ、リゾートホテルなどで撮影され、参戦に挑戦するシーンなど、テレビでは見られない無防備な姿も披露した。風を食べるというキャッチーなタイトルの由来は、自身の人生観が反映されている。本当に編集者さんと悩みに悩んだのですが、やっぱり旅をキーワードにしたいということになりました。マレー語でマカンアンギンという言葉が旅をするという意味なのですが、直訳すると風を食べるという意味になるんです。私が旅先で何が一番好きって、その土地独特の空気があるというところなのですが、テレビで新しいお仕事をするときにも新鮮な空気を感じることがあるので、人生が風を食べる日々なのではないかなと。TBS アナウンサーとしてのキャリアを丸3年経験した一昨年より始まった連載。最も波乱万丈な時期に書いていたと思います。かっこ笑い。1から2年目は仕事に精一杯だったんですけど、ちょっと慣れてきた頃に始まって、そこからいろんな経験をして。出会いも別れもあったし、いろんなお仕事もさせていただいたことの軌跡を残しているのかなと、まとまったものを読み返してみて感じました。同書の中でも、人生は取捨選択の連続という言葉も見られるが、これまで下してきた決断に後悔はしていない。大学時代にミスキャンに出なかったら、アナウンサーにならなかっただろうし、全然違う景色を見る人生になっていたのかなと思うこともありますよ。まあここまで来てしまったのでかっこ笑い。否定することはできないから、違う選択肢もあったかもしれないですけど、私が選んでここまで来たから、だとすれば、全部肯定しないといけないと思っているので、ミスキャンに出たことも、アナウンサーになったことも、そして今回辞めたことも。そうしないと、他の選択肢を選ばなかった私に、申し訳ないですから。2018年は宇垣にとって、大きな変化が訪れた1年だった。ヒップホップグループライムスターの宇田丸がパーソナリティを、務める TBS ラジオの帯番組、アフター6ジャンクション、月、金後6時9時で火曜アシスタントを務め、自身が好きなジャンルへの深い愛情を、毎週熱弁。爆笑問題が MC を務める TBS、サンデージャポン、全9時54分では、昨年7月からリポーターとして出演し、アニメのコスプレや闇キャラなどで強いインパクトを残してきた。番組の進行を主とするアナウンサーの仕事の枠を飛び越えたことで新たな発見があった。まずは昨年から生活する時間がだいぶ変わったんですよね。それまでは朝方の番組を担当していたので、人にも全然会えなくて、例えば夕方に出かけたい場所とか見てみたい場所とかも行けなかったのですが、昨年からできるようになりました。人にも会えるようになったし、いろんなところに行けるようになったし、それに並んで自分から発信しないといけない仕事も増えていって、なので本当に見え方というか、
もっといろんなことができるんだっていうことに気づいた1年だったなと思います。朗読挑戦で表現の可能性を実感。オスカー所属で期待膨らむ新しいお仕事を。この言葉を聞いて思い出したのが、昨年5月に行われた同局の堀井美香アナウンサーがプロデュースを手掛ける朗読会 A ラウンジ、 TBS アナウンサーがデザインする朗読主催 TBS ラジオ公益財団法人日本デザイン振興会を取材した時のことだ。そこで宇垣は太宰治灯籠の生朗読に挑戦していたが、迫真の朗読で会場を作品の世界に引き込んでいた。自身にとっても大きな経験になったという。あれは本当に楽しかったですね。多分バイブスがあったんでしょうね。太宰治が書く本当にどうしようもない女の子のうつうつした感じの嘆きを描いた作品でしたが、あれは本当に楽しくって、最後に堀井美香さんにご挨拶するときに、あのお仕事を最初に選んでくださって本当にありがとうございましたって伝えたくらい、すごく大事なものでした。アナウンサーはもちろんニュースを伝えることが大切な仕事なんですけど、朗読ってこんなに楽しいんだという気持ちになりました。表現の可能性を感じる出会いが続く中、 TBS を離れることを決めた。この5年間で構成されたものが自分の大部分を占めているのかなと思いますし、社会人としての在り方であるとか、いろんなことを学ぶことができました。最初は本当に誰も知り合いがいなくて、本当に大変だったんです。かっこ笑い。それでも、いろんな大好きな友達もできたし、すごく信頼できる先輩もいたし、恵まれていたなと思います。古巣への感謝を胸に、今月1日から、オスカープロモーションの芸音本部所属として新たな、スタートを切る。オスカーさんといえば、今をときめく女優さんであったり、モデルさんであったり、いろんな方が所属しているので、申し訳ねえみたいな居心地の悪さを感じつつ、かっこ笑い。それこそ、初めて東京に出てきた時のように、田舎者がごめんなさいねみたいな感じはありつつ、一生懸命頑張っていけたらなと思っております。今までできなかったことにもチャレンジできると思いますし、また本当に新しい、いろんなタイプのお仕事もできると思うので、これからがすごく楽しみです。一部では、女優業に挑戦との声も上がっているが、笑顔ながら、ズバッと自分の思いを言葉に乗せた。笑っちゃうんだけど、かっこ笑い。いやーなんか、誰も一言も言ってないのにと思いながら、現段階として女優業も選択肢から外してはいないんですけど、まだそんな状態にないわ、というところです。かっこ笑い。アナウンサー時代もそうなのですが、自分から選んでお仕事をするよりも、周りの人がこれがあなたに合うと思うって言われた仕事の方が存外合っていたりするのかという気がしていて、あれをやるこれをやると自分で決めるのは時期尚早かなというのが正直な気持ちです。9日放送のアフター6ジャンクションでは、オスカーの宇垣美里ですと自己紹介していたが、あれは本当に台本が悪いんですよ。かっこ笑い。書いてあると怒られるかもと感じながらも、面白いなと思ってそのままうっかり読んじゃうからとにっこり。今は肩書きへの戸惑いがあるという。本当にそもそも人になんて自己紹介していいかわからなくて、一応すみません宇垣美里ですって言うんですけど、それまではTBS アナウンサーの宇垣美里ですと言っていたので、なんか語呂とリズムが悪くて何か入れたいんです。かといってオスカープロモーション乗って入れるもの違うし、
フリーアナウンサーのっていうのはおこがましいし、なんて言えばいいのって思っています。TBS を退社して、新たな一歩を踏み出したことへの実感を聞くと、今までは、初めてお会いした方に名刺をお渡ししていたんですけど、今は名刺を持っていないので、それがすごく違和感と笑顔を向けた、宇垣だが、今回の書籍がまさに、名刺代わりの一冊となる。今後も自分の型にとらわれずに活動していく。とりあえず何でも挑戦してみて、そこから見えてくると思うので、自分でこれがしたいということではなく、挑戦してそこで見えるもので決めていけたら。宇垣だったらこういったことをするんだろうなと思われることが苦手で、天の弱なので、そこなんだって思わせたいですね。かっこ笑い。宇垣美里1991年4月16日、生まれ、兵庫県出身。同志社大学卒業。在学中にミス同志社に選ばれる。2014年、TBS にアナウンサーとして入社。数々の人気番組の担当を経て、今年4月からフリーに転身。TBS ラジオ、アフター6ジャンクションに出演中。ファーストフォトエッセイ、風を食べる、集英社を4月16日に発売。公式ツイッター、風ボタバー。20日には、渋谷ツタヤにて、発売記念イベントを開催予定。